はい、どうも、ひろじと申します。飛球場シーズン65、5日目やっていきます。で、今回からですね、いつも最後の方で防衛の具合があって、もちゃもちゃ言ってて、あれ自分でやっててもなんか見苦しかったので、今回から先頭の方を先に、やっていこうかなと思います。はい。よろしくお願いします。で、今回はもうリベンジしちゃっております。今シーズン防衛成功が一件もないので、もうリベンジし放題ってことで、まあ手頃な方を選ばさせていただきました。初日の、あれですね、マイナス20を僕につけてった方になりますね。1日目の一発目に。はい、しっかり、逆襲復讐どっちだしたいと思います。したら、トリデがレベル5、投石がレベル1、強固がレベル5、作戦室もレベル5、白の封印はレベル4、黒の封印もレベル4。まずは無凸の伝承ユリア。ほぼ自前スキルですかね。C が死の吐息になってます。で、戦員で攻撃の封印と。次に、無凸のリアーネ。持ってないんでちょっとわからないんですけど、B に救援入って、自前スキルって何になるんだろう？ちょっと思い浮かばないですね。あ、豪華の舞とか入ってるんだ。次に、無凸のレテ。疾風陣雷仕様ですね。切り込みとか持ってて、また死の鳥。で、貢献か。で、次に、無凸のレテナさん。ほぼ自前スキルですね。C が5作。防作になってますね。珍しい。自前の自己バフのやつじゃダメだったんですね。で、次に無凸のスラッシュ。これは完璧に自前スキルですね。全員で攻撃返せなくていうな。光闇の防衛深海はいないみたいですね。で、最後に、こいつ、俺の拠点攻めてきましたね。カタカタにしてったやつです。ジェットツェ花子の寒い。で、祝福入ってないので、まあ、それも強いな。よく見る、円盤見切り半。で、死の鳥。死の鳥が好きですね、この重さは。さあ、行きましょう。もう攻め方は考えてあります。今回は匠ちゃん一体使います。ちょっとまだ迷ってるんですけど、結構オルティナさん、怖いなって思って。一応、大覚醒持ってますね。いけんのかなぁ。とりあえず右側、閉じくってって、あとは匠をどこに置くかっていうお話なんですけど。こっちかも。どっちにしようかな。多分この流れだと、雷、ボーンと入って、で、この画面が瀕死になるので、多分倒せるんですよ。速さも結構あるし。倒して、また再行動かけて、このレテの目の前から、スラッシュで倒そうかなって思ってて。そしたら、死の吐息がオルティナに入りますよね。いけんのかな？どこに向けば行こうですかね。どっちがいいだろう。ちょっと迷いながらやりますか。どっちでも良さそうな気がする。で、やっぱりエナジーを回収。このターンだ。一回リアーネに回復されるかこれ。次のターン、まだ攻めれないので。攻めてもいいのかな。こっちだな。右側に置きましょう。多分、オルティナさん、普通に死の吐息入れて、待ち伏せれるでしょう。怖いな。ちょっと計算する。これもあんのか。あんまり怖いな。結構守備力上がりますよね。7からの、これで、13も上がるし。で、43でしょ。で、死の吐息で入って、25になる。
なって、リアネの回復届いてないですもんね。で、25になる。で、守備が43。だから、68? 攻撃力が68あれば全員倒せるんですけど、どう?月光、月虹があるので、43の 30%。12ぐらい減る。実質守備力は30ぐらい。55あるので、55。まあ、攻撃力57になりますね。倒せるな。倒せる。匠右側にします。この計算合ってるかな?頼むぞ。怖いですね。やっぱリアルタイム実況は。殺しちゃう?で、ちょっと一旦。ああ、一旦、うん、一旦ですね。いつもの最高の引き戻しで、なっていう最終してて。たくみさんが暇になった。ああ。引っ張り。でも使い道ないかな。さあ、このターンで決めます。耳にやらしいですね、やっぱり。リアネの回復。で、殴って。で、拠点がうまい具合で。挟み込んでくれてるので、リアーネ、リアーネってな、リネか。名前にすぎ。リアーネとリネ。使ってるもん一緒ですもんね。で、スラッシュをいただきますと。これで、いった、あ?あ、倒せね。ここで倒せたら倒したかったんですけどね。ちょっと、行きましょう。怖いんで。では、お願いします。行く必要なかったな。最高度も届いてないし。うん。リュシオンじゃなくてリアーネから来たってことはもう行きましたね。このタイミングで一番弱いやつから来たらもう、勝ったって思っても良さそうです。で、最後に電子エリア。そう、45。よし。うまいこと、リベンジ成功しました。いやー、今シーズン本当に防衛成功しないので、しかも、結構、買ってってる方も、無凸編成とかも多いので、もう、5日目ですけど、今シーズンは、申し訳ないですけど、ちょっと、楽させてもらえるような感じですかね。あ、でもそうだった。結構コメントとか、ツイッターの DM の方でも、もうちょっとひりつく戦いが見たいですっていうお声もあるので、あんまり楽しすぎても、面白くないのか。まあ今、はしご1個も使ってないので、ちょっと強めな方のとこも行きましょうか。でも言うてこのカーメン10突の花子ですしね。でも祝福入ってないからあれか。ちょっと考えます。で、これで、防衛に入っていくような形になりますね。すぐ収録してもいいのかな?結構いい時間ですしね。うん。したら、防衛の方に移っていきます。はい、5日目の防衛やっていきます。今回は1番目のお客様だけですね。で、4体撃破で突破ですよ。いやー、何なんすかね、今シーズンのお客様たちは。リベンジじゃない?リタイアせえよと。何なんだろう。まあ、リベンジできてありがたいんですけど。まあ、見に行きましょう。で、この方は、ビカキンさんっぽいですね。リーフくんがやたら突ってあって、その他が無突でしたね。うん。で、1体目は自前スキルに守備の封印と。ピアニー使ってないんだ。で、2体目のエールが1凸で、自前スキルに速さの封印。リーフは最後にしましょうか。で、無凸の電子ショアッカー、救援持たせて、あ、ソラセンも。なるほど。で、無凸の電子ショアリウッド。いやー、やっぱり、風のシーズンはもう、皆さん使ってますね。やっぱ強いか。これですよね。遠隔で強化増幅入るやつ。いいな。出したかったんですけどね。今月のガチャ、伝承リーフくんがもう欲しすぎて、ちょっと影を潜めることになっちゃいました。で、最後に、
リーフくんと七突に絆入って、で最近来たの固有連星武器外しちゃったんですね。何持ってたっけ、太陽の剣、ん、大地の剣か、大地の剣、せっかく連星来たのに外しちゃったんだ。まああれの性能も結構いまいちやったか。いやにしても総じてスペックが高いですね。魔防がもう50近い。でバリアの剣でさらにプラス7するんで55。別にエイル2体も必要ないと思うんですけどね。片方ピアニーして速さ上げても悪くないような。で S ドリンク持たせちゃうんだ。これ天理シーズンな、大木カウントマイナス1も入ってたの今更奥義カウントマイナス1もあるんだ。すいません、知りませんでした。申し訳ないです。あ、じゃあ、伝承リフクもそうなってんのかな。ただ回復するもんだけだと思ってました。いやー、高いですね、ステータスが本当に。だけどもですよ。1ターン目、本物の方を踏んで、この右側の隙間に来るんですよね。ですが、封印やらいっぱい積んできてるので、レスト先生が発動します。で、伝承リアさんが、しっかり、リーフ君をいただきます。一番強いやつ。ここからもう、粘られたような形ですね。もう、なんだろう、イラついたのか。もう完璧に読めてないですもんね。レスト先生発動するってことが。未だにこれがしっかり通用するってのがまた嬉しいデータではあるんですけど、結構気にせず突っ込んできて、やっぱ近づいたら近づいただけギミックが発動しやすくなるので、これ知ってる方なら1ターン目から逃げれますしね、あの封印とかいっぱい積んできても。でここでユシオンがやられて、で4体撃破なんてまだ1体取ってきます。ここでオリビエが下のエリを倒す。いや普通に強いんですよね。まだ花も上げてないので、あ、ここはあのさすがだなって思いました。オリビエ倒せてたのに、エナジーを先に回収したってことで、ちょっと意識は高い人なのかなと思いました。普通のなんか焦ってる人ならもうあのタイミングでオリビエ倒して終わるはずなので、エナジー取ってくるってことはまだ、やっぱり上を目指したい方なのかなという印象ですね。やっぱ1個と0じゃまだ全然違いますしね。1回27回目指してる方ならわかると思うんですけど、案外ですよりエナジーを取れるかどうかが結構重要なところがあると思います。割と序盤でエナジー2個取れないとかあると、もう、もう今シーズン大丈夫かなって。はしご使ってなくても思いますしね。はい。したらこんな感じで、ここはどうだろう、リベンジしてもいいのかな。リーフが7突だけ。で、ユーザーネームもなんかトラキアっぽい名前ついてたので、もしかしたらトラキア推しの方で、その他が結構力入ってない可能性もあるので、一応リベンジ案件にはなるのかな。はい、こんな感じかな。ちょっとなんか段取りがすいませんいつもの逆なので、じゃあここで締めることになりそうですかね。はい、したら5日目も攻めはパーフェクトで、防衛も一応守れましたね。今マイナス40で来ております。で、リベンジが死ぬほどできるとこあるので、前半の方で言った通り、ちょっと強敵なところに攻め込んでもありなのかなと思っております。ちょっとまた、リベンジのところをまた見て、厳選したいなと思います。はい。そしたら、以上ですかね。ご視聴ありがとうございました。また、お願いします。